松山茂は、大正昭和期の海軍軍人、海軍中将、現、長崎県平戸市出身、旧平戸藩市、松山雲八の越尾、私立人常中学なお教官より、海軍兵学校に入学。海兵30期を187名中74位で、卒業。30期の主席は、百武言語大将。 同期8名の中将の中では156位の重岡、新次郎中将、99位の内秀夫中将に次ぐ、ハンモックナンバー会のスタート。松島での遠洋公開を終えて、岩手乗組が、初認知。日露戦争をそのまま、岩手のクルーとして経験し、ウルサン沖海戦、日本海海戦に参加。ウルサン沖海戦後の明治38年1月12日。 注意に進級している。戦後、明治39年2月に駆逐艦、小日のり組、4月に第13艇隊の水雷艇長心得となり、水雷術の訓練を受けた。9月から高千穂分隊長心得、翌年6月に津島分隊長心得となり、9月に大尉へ昇進すると同時に海軍法術学校に進んで学んだ。松山が頭角を表すのは、 単位時代。明治41年4月、常盤分隊長として現場に戻るものの、明治42年5月に、海軍大学校を津しへ進学し、ステップアップを図る。11月に卒業するが、引き続き今度は、海軍水雷学校高等化に進み、水雷屋のエキスパートを目指した。半年後の43年5月に、水雷学校も卒業するが、一転して、 教官として残留することになった。在任中に、水来社法への高算学、誤差学の導入に宣弁をつける。大正2年12月、少佐に昇進すると同時に、再び大学校講師に入学し、2年間在籍した。水来学校入学から5年もの間、学生として教官として、研究と演習を積み重ねたことになる。侵害科革命や講習案攻略。 南洋軍統占領作戦など、実戦の機会が多かったこの時期を棒に振って、弁学に明け暮れたわけだが、これがかえって軍政官、教育者として、頭角を表す松山の能力を高めた。大正4年12月、戦艦、不走の二代目水雷長に着任する。翌5年12月には、第一艦隊参謀へ転身、離任直前の6年10月には、 連合艦隊が編成されたので、連合艦隊参謀も兼ねる。大正6年12月、中佐に昇進し、舞鶴鎮府参謀に転じる。半年弱勤務して、7年4月より教育本部に転出する。この時、松山に転機が訪れた。横須賀海軍航空隊で航空機による大撃実験が実施され、松山は視察に訪れた。 成果ははかばかしいものではなかったが、松山はこの試みに大いに関心を持ち、連日の実験を取材した。大正10年6月、しかし松山は、呉に昇平され、最新の駆逐艦、萩、臼、薄、蔦で新編された第15駆逐隊司令に就任した。しかも、第15駆逐隊は初年度から第1水雷戦隊に編入され、水雷屋の本会を遂げた。 任期中の10年12月に大祭昇進している。大正11年2月、欧米出張に出発し、現場を離れる。松山はすでに、ハンモックナンバー会の平凡な将校ではなくなっていた。10月に帰国すると、水雷学校教頭を命じられ、翌12年5月には、兵学校教頭に転じた。水雷術のエキスパートであるだけではなく、 教育者としても認められる存在となっていた。13年12月より1年間、唯一の軍艦艦長を椅子図で務めた。14年11月、陸上勤務に転じて、舞鶴陽光部参謀長となり、少々昇進までの1年を過ごした。大正15年12月、少々昇進と同時に、第二艦隊参謀長となり、吉川平長官を補佐した。 松山も吉川も共に、水雷屋で、馬はあったようだが、肝心の連合艦隊は、長官が、加藤幹事、参謀長が、高橋三吉と鉄砲屋が取り仕切っていた。一年の任期を終えて、昭和2年12月より一年半、軍令部、第二班長を務める。昭和4年9月、懐かしい水雷学校に校長として呼び戻された。それも、通信課を分離独立させて、 海軍通信学校を設立する任務を負っていた。翌5年6月1日、無事に通信学校の開校を果たし、松山は通信校の校長も兼任した。大役を終えて5年12月、最後の会場勤務となる第5戦隊司令官につき、青葉と過去を統率した。昭和6年10月10日、航空本部長に着任し、2ヶ月後に中将へ昇進する。 ここで松山は、後の海軍航空隊に、様々な遺産を残した。ロンドン軍縮条約のために、水上艦の増強が不可能となったため、松山は長らく温めていた、長距離来撃機の開発に乗り出した。山本五十六技術部長、和田美佐夫技術部主任、後に参加する、山形忠志高総務部員らスタッフを揃え、連日検討した。そして、 大港こと95式陸上攻撃機と中高こと96式陸上攻撃機が完成、採用を勝ち取った。戦後に山本の人気が高まった際に中高の発案者は山本であるという誤報が広められたが、直接関係した和田や山形が松山のアイデアを生かしたとする趣旨の文章を開発中の段階から多数残しており、誤報は否定されている。 中高は豊漁爆撃を皮切りに中国戦線で目覚ましい活躍を見せ、マレー沖海戦を花道に一式陸上攻撃機と交代していった。その活躍ぶりは後に現場指揮官となった山形に陸軍は空軍創設を目指しているが、我が海軍はすでに中高隊という空軍を所持している、とまで言わしめた。同時期に96式艦上戦闘機や95式、 水上偵察機など、欧米の航空機と遜色ない名機を多数生み出させた。と同時に、将来増員されると予測される、搭乗員要請に備え、航空予備士官制度を創設した。また勢力圏の安全な航空路確保のため、海軍水路部へ、気象観測所の設置を強行に要求し、在任中に第1号となる観測所を、バラムシル島に建設させた。 本部長を2年務めた後、昭和8年11月に軍令部次長へ移転する。しかし発病のため在任わずか2ヶ月で辞職し、無認証の出資扱いで療養に努めた。しかし回復の見込みなく、10年12月14日をもって予備役編入、海軍を去った。中国戦線で中高が活躍している、最中の昭和12年12月29日、56歳で、 没した。海軍兵学校遠隔、原処防海軍水雷士観光会、海軍水雷士、官報第6212号、除任及び、事例1904年3月19日。官報第6494号、除任及び、事例1905年2月25日。官報第3729号、除任及び、事例1907年12月2日。 漢方第159号、除人及び、事例1913年2月12日、ありがとうございます。